ネゴラジです。本日はファン待望、あの製品について気になるところを検証していきます。その噂の新製品とはこちら。突然発表され少々困惑しておりますが、ディズニーファンとしては絶対にゲットしたいレゴですね。よろしくお願いします。改めましてどうも、レゴラジです。本日はこちら、先日2021年4月1日の発売が発表されました、レゴアイデア21326クマのプーさんです。まずは製品説明から。こちらの製品は1265ピース、最近ではやや大型のセットに分類されますかね。ミニフィグは5体付いています。これは嬉しい。100エーカーの森のプーさんの家が作れるセットですね。最近レゴ社さんが推している大人向けのレゴですね。こちらの製品はレゴアイデアシリーズです。何度かレゴラジ動画でも紹介しておりますが、レゴアイデアとは世界中のレゴラーから募集した作品の製品化です。1万票を獲得すると製品化のチャンス。皆さんもぜひ応募してみてください。それではミニフィグから見ていきましょう。これは素晴らしい、絶対欲しい、いや3セットくらい欲しいぞ。左からイーヨー、ラビット、ティガー、ピグレット、プー。ディズニーのミニフィグって正直言うと当たり外れがありますよね。これは大当たりでは。そういえばプーさんのレゴって初登場でしたっけ。いやいや、そこにいるじゃないか。そうです、レゴジュプロでプーさんシリーズが発売されていましたね。レゴラジ、今はジュプロは引退しましたが、昔集めてました。せっかくなので比較してみましょう。ごめんなさい、わかりにくい。先ほどお伝えした通り、引退したので出すの面倒だったんです。参考までに、ラビットはこれまでに出てなかったと思います。次にプーさんの家をちょっとだけ見てみましょう。ここ最近木が多いですね。今回は葉っぱが多く使われていますね。プーさんといえば蜂蜜ですね。なんだかとっても楽しそうですね。お待たせいたしました。最後はこのコーナーです。レゴラジアンケート。今回は事前にアンケートをお願いしておりました。アンケート内容はプーさんのレゴ買う買わないについてでした。本当にたくさんの方にご参加いただき感謝です。ありがとうございました。それではアンケートの結果を見てみましょう。結果はこんな感じになりました。左側が Twitter、 右側が様子でのアンケート結果になります。非常に面白い結果になりましたね。 Twitter の方は大人のレゴファンの方が圧倒的に多いんですよ。で、レゴラジ様子での視聴者層はもうちょっと低め。そのあたりも関係してくるかと思いますが、こんなに違ってくるとは。一番驚いたのは、蜂蜜が苦手な人って意外と多いんですね、わら。ということで、今回はこのような結果となりましたが、この動画を見て、買う、が増えたら嬉しいなぁ、と、レゴラジは思うのでした。アンケートにご参加の皆様、本当にありがとうございました。締め切りの仕方がわかりませんので、まだまだ登録できます。レゴラジのチャンネルページ、コミュニティからできるっぽいです。ついでに、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。